Hey guys, it's Otaru. 今回は初心者でもできる最速で英語を話す5ステップを紹介していきます。今皆さん初心者でもできると聞いて、そんな簡単に英語を話せるようにならない、ある程度時間をかけて単語文法を学習しないと英語を話せるようにならない、教育などの試験で高得点を取らないと英語を話せない、こんな風に思ってませんか？でもそれは完全な間違いです。もちろん基礎の単語や文法は大事です。でもおそらく今皆さんがしている単語と文法の学習だけでは一生英語が話せるようにはなりません。どうせアウトプットが大事って言うんでしょっていう風に思ったかもしれませんが、しかし今回はそんな当たり前のことを話す動画ではありません。皆さんも正直気づいてるんじゃないですか。思考停止してインプットしたことを英作文などでただアウトプットするだけでは英語は話せるようにならないって。英会話フレーズ集を覚えて確かにアウトプットしてるけど、本当に今の学習のままで英語が話せるようになるのかなって。もしあなたが少しでもそんな風に思っているのなら、今すぐにその方法はやめてください。もし今の方法を続けていくら時間をかけても結局英語を話すために何をしたら良いのかわからない、英会話で自己紹介すらできない、外国人に話しかけられたら何も話せず恥ずかしい思いをしてしまうっていう悲惨な状況になってしまいます。ただ今日紹介する方法を実践することで、僕自身は超初心者から3ヶ月で英会話を習得し、英会話で困ることはもうなくなりました。そして英検1級の二次試験では対策なしで一発合格もしています。そして僕だけでなく、僕のレッスン生のもともと中学英語もできない超英語初心者の主婦の方が、日常では困らないくらいの英語をたった3ヶ月で息を吸うくらい簡単に話せるようになりました。もしこの動画を見てる皆さんが、英語初心者でも最短で英会話を習得したい、英会話を習得して海外旅行や仕事でストレスなく英語でコミュニケーションしたい、英語圏で友達を作って英語で人生を楽しみたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ぜひ最後まで見ていってください。早速結論を話したいんですけど、今日紹介する方法は英会話の常識を覆すことになります。なぜなら教材も使わないし、どこにも通うことなく一人で英語が話せるようになるからです。僕の動画を普段から見てる人は今こう思いませんでした？前も言ってた独り言でしょ、こんな風に思ったかもしれません。確かに独り言は僕も推奨していますし、これからあなたには独り言を実践してもらいます。でも正直皆さん、あらゆるところで独り言がいいって聞きませんか？そして独り言というワードを聞くたびに、独り言が大事なのは分かってるけど実践できない、こんな風に思いませんか？もしくは独り言を始めてみたけど全然続かなかった、こういう経験ありますよね。僕も最初は全く続きませんでした。皆さんはもしかして独り言でよく言われる目に見えるものを独り言するっていうのが独り言だと思ってなかなか続かなかったという経験ありませんか？しかし僕が練習している独り言というのは目に見えるものを独り言するわけではありません。例えば I see many people reading booksと言ったら、これはよくある独り言の方法です。もちろんこれも一つの方法なんですけど、この目に見えるものだけを独り言してたらずっと家にいたらすぐに終わってしまいますよね。僕の言う独り言はこの方法を言っているわけではありません。話すことがなくなるということはまずないです。それはなぜなのか。僕やレッスン生が英語初心者にもかかわらず3ヶ月で英会話を習得し、英検1級の二次試験では一発合格できる方法、そして英語初級者から英語上級者まで一気に駆け上がることができた方法、それは説明型独り言です。説明型独り言って何？目に見えるものを説明する独り言とは何が違うの？こんな風に思われたかもしれません。説明型独り言というのは、自分の頭の中で一つトピックを決めて、それについて独り言をするんです。例えば決めたトピックが好きな食べ物についてなら、好きな食べ物について独り言をするんです。このように頭の中で話すトピックを決めればネタにつけることはないですし、ネタ切れによって継続できないということは起きません。頭の中だけでトピックを決めるだけで、教材も使わずオンライン英会話も使わずに英会話力を高めることができます。そして僕は実際に留学経験もなしで日本だけで英会話力を高めることができました。でもここまで聞いて、いやいやお猿さん、一つトピック決めて英語話すとか初心者には難しいよ、英会話って言っても捉えどころないから何のトピックについて話せばいいのかわからない、初心者はそもそも正しい英語で話せないから意味ないよ、英語間違えたらどうするの、こんな風に思いましたよね。ここからが大事です。ここからはいつも通りあなたが明日から実践できるような方法を具体的に説明していきます。説明型独り言の5ステップを紹介していきます。この方法を使えば初心者でも間違いを気にせず正しい英語を正確に覚えることができます。そして無駄な英会話表現を覚えることなく誰でもステップバイステップで取り組むことができます。これは僕が実際に3ヶ月で英語を話せるようになった方法です。5ステップあります。1つ目はトピックを1つ決める、2つ目は日本語で書く、3つ目は英語に直す、4つ目は英語ができる人に添削してもらう、5つ目は添削されたものを完璧に覚えるまで何度も
読み込む、この5ステップです。これが英語初心者だった僕やレッスン生が3ヶ月で英語を話せるようになった方法です。そしてこの5ステップを説明する前に、この方法を行う時の大事なルールを話します。そして最初の3ヶ月はこれから話す英会話において一番大事なルールを一つ設けてください。これは英会話を伸ばす上で一番大事な考え方です。それは何かというと、自分のことだけを全て英語で話せる状態にすることを意識することです。どういうことっていう風に思われたかもしれませんが、皆さん僕の言ってることを集中して聞いてよく考えてください。一つ質問をします。英会話って普段どんな話をしますか？自己紹介とか趣味とか休日何してるとか、今週何するとか、こういう内容がほとんどじゃないですか。皆さんこの時点で僕が何を意図しているのかわかりますでしょうか？僕が言いたいのは、つまり英会話というのは、会話の内容は9割自分のことについて聞かれたり話したりするということなんです。皆さんも日本語での会話を思い出してみてください。僕たちの会話って当たり前ですけど、初対面の人や友達の人と話すとき、自分の近況とか自分のことについて話しますよね。いきなり友達に今の政治についてどう思う？って聞いたりしないですよね。もちろんあなた自身もこのような質問はしないはずです。勘違いしないでほしいのは、そういった話を全くしないという意味ではなくて、ほとんどしないですよねっていうことです。そして会話の9割は自分のことについて話しているはずです。僕は学生の時に友達との日本語での会話を分析しました。そしてあることに気づいたんです。英語での会話ってめちゃくちゃワンパターンで、聞いてくることってほとんど一緒じゃん。っていうことに気づいてしまったんです。皆さんは普段日本語で僕たちがどんな会話をしてるか分析したことありますか？絶対ないですよね。僕はめちゃくちゃ英会話ができるようになりたかったので、僕は友達に許可を取って日本語での会話を録音し分析したことがあります。そこで分かったのは、やはり会話の9割は規則性があって、そしてその規則性とはほとんどお互いが質問をして自分のことについて話しているということでした。そしてそれを発見した僕は、まずは自分のことに関してだけ英語で全部覚えてすぐに受け答えできるように練習したんです。もちろんその過程では、自分に関するトピックを決めて完璧に話せるように英作文をして、そして英語ができる人に検索してもらって英語を練習したんです。そしてそれを3ヶ月練習し続けたら、もう英会話で困ることはなくなりました。なぜなら、はい、その質問来た、この前練習したやつという9割の英会話はスムーズに返答でき、英語が話せたからです。いやいや、お猿さん、対応できない質問もさすがにあるでしょう。って思われるかもしれませんが、もしそういう質問が来たら、家に帰ってその答えられなかったトピックに関して説明型独り言をして、また次聞かれた時に答えれるようにしておけばいいんです。でも僕の経験上、対応できない質問というのはあまりないです。なぜならほとんどの場合、どんなことが聞かれるか前もって予測することができるからです。皆さんも就職面接でどんな質問が来るかとか大体予測できましたよね。それと同じです。それを英語でもやっていけば、9割の英会話は3ヶ月ぐらいで習得することができます。じゃあ残りの1割は？って思われるかもしれないんですけど、残りの1割の部分は普段の単語学習や文法学習を頑張ることで少しずつ答えることができるようになってきます。皆さん、英会話の前提として一つ覚えておいてください。それは、英会話にはそもそも特効薬みたいなものは花から存在しないということです。どうしても1割の部分は日々の努力で埋めなければいけません。でも実は9割の部分はたった3ヶ月で習得することができるんです。つまり英会話には楽な道はないんだけど、最短距離を通れば3ヶ月で習得することができるということです。でもなぜか自分のことについての英語を覚えないで、英会話フレーズ集を買ったり、遠回りしまくって自分が使いそうもない表現ばかり覚えてしまうんです。滅多に聞かれないところを練習してばかりで、9割聞かれるような英会話品質のトピックを全く練習していないということなんです。でも皆さん覚えておいてください。英会話というのは皆さんが思っているより、ワンパターンで、そして毎回同じところで皆さんはつまずいてしまっているというだけなんです。皆さんも英会話レッスンで自己紹介、休日の過ごし方、趣味など何度も聞かれたことがあるはずです。だからあらかじめよく聞かれる自分のことについて独り言をして全部準備しておくんです。みんな英会話教材とか英会話スクールとかで使わない表現を覚えすぎです。それ喋れないですよ。まずは自分のことについて完璧に英語で話せるようになりましょう。なぜなら英会話の9割はほとんど自分のことについてしか聞かれないんですから。もちろん英語初心者だから予期しない質問もたまには来るでしょう。そしたら家に帰ってその答えられなかったトピックに関してもう一回練習すればいいだけなんです。でも皆さん、ここまで聞いて、なるほどね、英会話で聞かれることのほとんどは自分のことについてだから、初心者はまずはそこを英語で話せるようにすればいいんだな。でもこれで英会話が習得できるのは分かったんだけど、初心者には自分のこととはいえいきなり英語で独り言するのは難しいよ。こんな風に思った人も多いと思います。だからさっきの5ステップが重要になります。1つ目はトピックを1つ決める。2つ目は日本語で確
枠、3つ目は英語に直す、4つ目は英語ができる人に添削してもらう、5つ目は添削されたものを完璧に覚えるまで何度も読み込む。1つ目から説明すると、トピックを1つ決めるというのは、自分のことなので自己紹介や好きな食べ物、普段友達や初対面の人から聞かれる質問を思い出してみてください。ここで大事なのは、まず聞かれないような質問はトピックから外してください。おすすめなのは自己紹介から話していくといいです。2つ目は日本語で書くということなんですけど、これは意外だった人も多いのではないでしょうか。普段日本語書いてから英語にしようとか考えないですよね。皆さんいきなり英語で書くから挫折してしまうんです。英語を英語で考えようという人が多すぎて、日本語からのアプローチを嫌う人が多すぎるのでやめましょう。もちろん最終的には英語を英語でできるようになってほしいですが、最初はステップバイステップで行くべきなんです。僕は普段からどんな日本語を話しているかの観察のために、文字に起こしてから英訳する練習をあえてします。こうすることで自分の口癖が分かり、無駄な使わない表現を覚えずに済み、自分が使う単語だけを効率的に覚えることができるんです。3つ目は英語に直すということなんですけど、ここでは間違ってもいいので英語で書きます。ポイントは英語に直そうとするということが大事です。直そうとすることで、日本語では言えるけど英語では言えないという気づきにつながります。気づきの重要性についてはこの動画でも話しているので、ぜひ見てみてください。4つ目は英語ができる人に添削してもらうということなんですけど、おそらく英語が間違っていると思うので、英語ができる人に添削してもらいましょう。よくここで、めんどくさいよ、周りに英語ができる人がいないっていう人がいるかもしれませんが、よく考えてください。学生なら英語の先生、 ALT の先生、社会人なら月数千円のオンライン英会話の先生、今なら無料のアプリでもネイティブスピーカーとつながれるコミュニティだってあります。無料で添削してほしいならこれでもよくて、もっと指導が上手な人がいいのであれば、月数千円のオンライン英会話の先生でもいいでしょう。何が言いたいのかというと、あなたの周りには全て環境は整っているということです。そしてこの努力だけはさすがにしてください。なぜなら間違った英語を覚えても全く意味はないからです。必ず実践してください。5つ目は添削されたものを何度も覚えるまで読み込むことです。ここでひたすら独り言で全て覚えていきます。この動画で挙げたチャンクリーディング、感情リーディングなどをして、英文を完璧に覚えるまで何度も復習をしましょう。この5つのステップをひたすら繰り返すんです。英語初心者だった僕やレッスン生はこれをひたすら繰り返して3ヶ月で英会話を習得しました。ぜひ実践してみてください。ここからは僕が実際にやってみて、皆さんにどんな感じなのかを掴んでいただければと思います。まず一つ目はトピックを一つ決めます。今回は僕の自己紹介とします。二つ目は日本語で書きます。もうすでに用意したものがあるので、それを読み上げます。僕の名前はお猿です。 YouTuber として活動していて、英語を上達させたい人に英語を教えています。空いている時間では他の方の YouTube の動画を見たり、英語のスキルを上げる方法についての動画を作っています。僕自身もしかしたら良い英語の先生になる素質はないのかもしれないけど、僕は自分の夢を追い続けます。その夢とは、日本で英語を学習している人全員英語をできるようにさせることです。それが日本語です。日本語でなら書けますよね。3つ目は英語に直します。 I'm Osaru. I work as a YouTuber teaching English to those who wanna get better at English. In my free time, I watch YouTube and make videos about how to improve English skills. I may not have what it takes to be a good English teacher, but I'm gonna pursue my dream, which is to help everybody in Japan have a good command of English. これが英語バージョンです。初心者の人は最初からこれを作れないと思うので、全然間違えても大丈夫です。そしてなるべくわからない単語などは辞書で調べずに、自分の知っている単語で表現してみましょう。もしその単語すらわからない場合はカタカナでも大丈夫です。自分で英語にしようという姿勢が、この日本語って英語でなんて言うんだろうという気づきを生み、インプットからのアウトプットをスムーズにします。4つ目は英語ができる人に添削してもらいましょう。僕の文も間違っている可能性があるので、ネイティブに添削をしてもらいます。5つ目は添削されたものを何度も完璧に覚えるまで読み込みます。これは回数にして軽く300回くらいは読んでほしいと思います。英文があなたの一部になるくらい感情を込めて読みまくりましょう。いつも僕や僕のレッスン生が使っているテンプレートをより分かりやすくしたものを無料配布しているので、公式 LINE に登録していただいて独り言と打ってください。このテンプレート通りするだけで英語が話せるように設計しましたので、ぜひ明日から最低3ヶ月は続けてください。これのすごいところは、初心者だけでなく、トピック自体を難しいトピックにして説明型独り言をすることで、英検1級二次試験対策もできることです。ぜひ活用して実践してみてください。
最後に皆さんに英会話の習得について大事な考え方をお伝えします。そもそも僕の3ヶ月で英会話を習得という定義は、本来の皆さんが思う英会話習得の定義とはかなり違うと思います。なぜなら皆さんが思う英会話習得というのは、ネイティブスピーカーと自由に話してどんな内容でも話せる、こんなイメージですよね。でももしこれをあなたの英会話習得の定義にしてしまうと、一生英会話習得は来ません。なぜならこう考えてしまうと、英会話というものは終わりがないからです。大切なのはあなたの目的に合った英会話。もっと具体的に言うと、今日僕が言った自分のことについてなら完璧に話せる、これが自分にとっての英会話の習得と考える方がめちゃくちゃ楽になります。もちろん自分のことというのは人によって大きく異なります。そして自分のこととは言い換えると、自分が使う英語とは何なのかを分析し、自分からつかみどころのない英会話を明確し限定するということです。別に完璧な英語である必要はありません。あなたが必要な英語から逆算して、それを元に日本語から書き出して、あなたに必要な英語だけを覚えていこう。ごくごく当たり前のことです。この方法を使って自分のことについて話せるだけで9割の英会話は対応できます。なぜなら質問してくるのはほとんど自分のことについてだからです。そして厳しい現実として、残りの1割は普段の単語文法の基礎学習を積み重ねていくことでしか達成することができません。これは英語学習の現実です。特効薬はありません。でも覚えておいてください。特効薬はありませんが、最短距離はあるんです。皆さんが英語が話せないのは、短期間で習得できる9割の英会話をなぜか取り組まずに遠回りをしてしまっているからです。単語や文法を学習していればいつかは話せると、そう思ってしまっているからです。そして使いもしない英会話フレーズをひたすら覚えてしまっているんです。そうではなく、英会話の9割の部分は3ヶ月でサクッと学習して、自分が使う日本語を分析して覚えていくことが大事です。そして最低限仕事や日常生活で困らなくなった後に、長期的に学習することでしか習得できない残りの1割を障害学習で少しずつ埋めていけばいいんです。これを続けていくことで必ず英会話を習得することができます。短期的な学習視点、長期的な学習視点、どちらも持つようにしてください。ということで、初心者でもできる最速で英語を話す5ステップについて紹介してきました。お知らせの後に明日から実践できるように復習をします。最後まで見てください。こちらの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC 200科中っていうの、全くの英語初心者から2ヶ月で英検1級、3ヶ月で英会話を習得、6ヶ月で TOEIC 900点を達成した方法の配信と、英語学習を継続できてやりきれる環境を用意しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間で英検 TOEIC 英会話のあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですね、この動画下の概要欄から登録しておいてください。初心者向きの英文法書、独り言英会話集などの無料教材、その他にも計6つの無料特典が欲しい方は、消えてしまう前に今のうちに登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、短期間で英語を習得する貴重な英語学習法をできるだけ分かりやすく紹介しています。だからそういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもお願いします。それでは最後に復習をして、明日から使えるようにしましょう。今回は最速で英語を話す5ステップについて話してきました。英語初級者から英語上級者まで一気に駆け上がることができる方法は、説明型独り言を実践することです。目に見えるものを説明する独り言の方法ではなく、自分の頭の中で一つトピックを決めて、その方法について独り言をする方法です。初心者でも無駄な英会話表現を覚えることなく、誰でもステップバイステップで取り組むことができます。説明型独り言の5ステップは、1つ目はトピックを1つ決める、2つ目は日本語で書く、3つ目は英語に直す、4つ目は英語ができる人に添削してもらう、5つ目は添削されたものを何度も完璧に覚えるまで読み込む。この5ステップです。初心者が英会話を伸ばす上で一番大事なことは、最初に自分のことだけを全て英語で話せる状態にすることです。英会話の9割の部分はサクッと3ヶ月で習得して、長期的に学習することでしか習得できない残りの1割の英会話の部分を、障害学習で少しずつ習得していきましょう。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いいたします。僕の話したことをコメント欄にアウトプットするだけで実践につながります。必ず僕の動画を見たらコメント欄に学んだことをアウトプットしてください。次回も役に立つ英語学習法を見逃したくない人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。